空港鉄道2000系電車は空港鉄道が保有する鉄道車用、インチョン国際空港鉄道ソウル駅、インチョン国際空港にターミナル駅間の一般列車に使用されている。空港鉄道暫定開通を控えた2005年から2006年にかけて6両編成9本が製造され、ソウル駅延伸前の2009年から2010年にかけてさらに11本が増備された。 インチョン国際空港にターミナル延伸に伴い、2017年5月に、増備編成2本が落成。同年6月14日から試運転後、営業運転に投入された。この増備車では車内への監視カメラ新設や、22インチ、LCD 案内モニター設置など、マイナーチェンジが施されている。空港鉄道2000系電車、2、連合ニュース。 http://yanhapniz, w w co, kr, ブレティン ,2017,05、10、0 2 0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  https://www.arex.or.kr/.content.do url="and", メノの ="mn"20k1504 兆2300億 1&、カンテインの ="ct"20k1705 兆3100億 1&、e 特の イコール ET20K1504 兆2300億32017年12月19日閲覧。アレックス、中央日報、http コロンスラッシュスラッシュニュース .joins.com スラッシュアーティクルスラッシュ21660670。ありがとうございます。